と。やばいわ。うわ、最後5枚目、はい、いきます、せーの、ドン。はい、どうも、俺たちの時間でーす。アキです。沢健です。皆さん、お久しぶりです。お久しぶりです。今日は、はい、なんと、はい、久々に趣向を変えまして、はい、あのですね、一番くじをね、はい、やりたいと思いまして、はいはい、僕ね、めっちゃ一番くじ好きなんですよ。あ、はい、ツイッターでもよく見てますからね、僕は。見てますか、はい、見てますか。俺たちタイムズのツイッター見た時、大体一番くじの情報が流れてますから。恥ずかしいなぁ。さ、恥ずかしいって何。恥ずかしいなぁ。恥ずかしいとは自分であげてんだろ。一番くじをね、はい、やりたいなと思って、はい、なんか時期が、いい時期が来ないかなとか思ってたんですけど、はいはいはい、まあ、そしたら、狙ったわけですね、なんと、はい、ジョジョの奇妙な冒険で、はい、主人公5人が、はい、賑やかされるという、おことで、はい、で、一番くじ、こんな、今多分この辺に抜けてるんですけど、はい、今この辺抜けてるんですけど、はい、こんなものが、はい、あの出てるラインナップは、ラインナップそう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 、はい、で、はい、僕らなんと、はい、聞きに行きました。おお、今これ今このテンションね、聞きに行った後ですから。これから行くぞじゃないのよ。そうそうそう、あの後取りだから。そう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 、というわけで、はい、あのですね、はい、とりあえず、はい、一旦は聞きに行った様子を、はい、ちょっとみんなに見てもらおうかな。そうですね、はい、一旦はというわけで、その時の動画をどうぞ。はい、俺たちの時間。ラストマンショーは、ああ、そう、あの命なんだね。そう、命のジョー太郎なんだ。やっぱ俺一番欲しいのはやっぱジョセフが。そうだよね、俺はやっぱジョセフが欲しい。うわー、俺ジョー太郎かジョルノだな。やりますか。やりますか。やりますか。 F めっちゃいいやん。 F は各主人公ボトル。え、 F めっちゃいいやん。 G が各主人公ガラスで、 H が敵味方含めタオル。確かにタオル敵欲しいね。タオル敵欲しいでしょ。タオル敵欲しい。タオル敵欲しいでしょ、これ、うん、でも俺5回引く。5一気に引く。そうそう、5一気に。いいよいいよ。これ5回やりたいんですよ。いいっすか。すごい、なんかワクワクするわ。5枚だよね。5枚。え、どうしようかな。この5枚選び超重要だよね。決まっちゃうからね。下の方から取っていこうかな。もう決まるからな、この瞬間に。そうだよね。5枚いきます。はいはい、いいっすか。はい、いきます。行くよ、行くよ、いいよ、もう始まるんでしょ。行くよ、せーの、はい、おー、まずタオルと。タオル、せっかくだったらあれだよね、敵5人分欲しいよね。いや、5枚がタオルだったらそれはそれだ。5枚タオルがあるから、行きますよ、せーの、うん、おっ、ジョー太郎、ジョー太郎だ。やば、ごめんね、当てちゃった。やば、俺がジョー太郎当てちゃった。俺絶対 B 当てたろ。いや、俺 B 当てるよ、この流れ。なるほどね、行きますよ、せーの、おー、あー、びっくりした、ジョー太郎が B かと思った。これも B かと思った。B かと思った。やば。いや、これちょっと怖いよ、めっちゃ、うん、せーの、はい、おー、 いいじゃん、いいじゃん、おー、ボトル。ジョー太郎はいいな。1個もかぶってない。すげー。あともう B じゃん。 B しかないじゃん。じゃあ行きますよ。 B しかないの。、うん、もう B だよ、かぶってない。せーの、あ、まあ、でも、でもさ、5引いて1当たりだとすごくない、うん、いや、これね、人引いてるの見てるのめっちゃ面白い、ね、マジ、俺めちゃくちゃ緊張してんだけど、5で、いきますか。これ、めっちゃ人引いてるの、人引いてるの見てるの面白いな。緊張するね、1枚目、はい、ドン。あー、タオルね、いいんじゃない。タオルいいんじゃない。うわー、お腹痛い。2枚目いきます。はい、やべえ、タオル全種類揃っちゃうよ。え、舞台立つのとどっちが緊張する。今こっち。舞台は練習してるじゃん。あ、そうだね。3枚目これ練習しといた方がよかったんで、はい、いきます。やばい。大丈夫、 2個でいける。じゃあ、2個でいける。これでジョー太郎とジョルノ行こう。これで2枚とも、はい、せーの、いける、ドン。やばいわ。うわ、最後5枚目、はい、いきます、せーの、ドン。ダバー、マジか。タオル4つ、はい、お兄さん、お兄さん、タオル4つ取ってきてください。俺たちの時間、はい、はい、というわけで見ての通りなんですけれども、はい、っていう感じでした。はい。めちゃめちゃ面白かった。僕は。面白かったんですか。やっぱね、人が引いてるのをね、見るのね、めちゃめちゃ面白いよ。あ、そうは、まあね、人がね、
盛り上がってるのはね、面白いよ、それは。そう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 。H、めちゃめちゃ。俺ね、やっぱ思ったの。人の見て楽しめる余裕があるのは、自分が当たってるやつだけなの。どんなもの聞いたのか。まあ、見せていきますか。はい。G からいきます。H からいきますか。H が多いから H からいきます。H からいきますか。H からでいいんじゃないですか。H 賞はですね、はい、タオルになっておりまして、H まず1枚目。ドン一部ディオ。ディオがね、一番かっこいいよね。なんだかんだね、うん、カリスマ性がありますよね、ディオ様は。はい、一部ディオ。はい。で、H がちなみに選べたので、ね、ちゃんと被ったりとかせず、自分で選びました。タオル選べるんだよね。はい。じゃあ、H2 枚目。はい。三部ディオ。そうきました。三部ディオできました。ディオディオで揃えた。ディオディオできました。はい、やっぱここは外せず。やっぱね、一部とね、三部のディオの雰囲気、またこうね、ちょっとずつやっぱ変わってる。違うんだよ。はい、俺、ね、違うんですよ。こっちの方が好きなんだよ。すごい、こっちの方がさ、敵役っぽい。こっちかっこよすぎるんだよ。わかる？こっちかっこいいんだよ、めっちゃ。そうだね。そう。ジョジョを知らない女の子がね、はい、俺、ジョジョ好きなんだよって話をしたら、三、はい、部のディオが、なんか、そのハートあるでしょ。ハートがね、どっかにあるでしょ。ハートあるね、なんか。なんかこの辺とかに。三部の敵キャラって、なんか可愛いですよねって言って、大人違いな返事来て、なんか、あんなカリスマな感じなのにハートつけたるって可愛いですよねって言ってる女の子がいて、そう見えるんだと思って。そう見えちゃう。綺麗なんだよね、三部のディオはね。確かに。はい、じゃあ続きまして、はい、H 賞、はい、3枚目。ドン嫌い、吉影。H 賞3枚目ってすごいですね。そうです、すごいですね。はい、キラー。キラはもうね、はい、なんて言うんでしょうね、これすごくこう、多分作者も言ってるんだけど、はい、本当に女性に対する性癖さえなければ完璧な男らしいんですよ。あ、確かに。ただ唯一欠点があるという、なんかそこも人間になってね、僕ね結構敵キャラの中でキラ結構好きなキャラに入ってるんですよね。確かに欠点があるといいね。そう、完璧じゃないのよってことで、ずっと続きますよ。最後H 賞4枚目ディアボロ。敵で揃えたんだね。はい、統一性を持とうと思って、しかも今回なんですけれども、はい、H 賞のタオルだけなんで、敵がいるの。あ、そうだね。そうフィギュアとか、あとクリアボトルもあったけど、あれはみんな主人公たちだったね。そう、うん、そしてもう僕は終わりになるんですけど、最後唯一の主人公サイド、はい、G 賞ガースザラです。あ、何狙いかな。まあジョルノかな。狙いはジョルノ。ジョルノが欲しいよ。お、分かった、分かってしまった。ジョースケですね。ありがとうございます。ジョースケです。意外とすごい、意外とすごい、後ろが透けてたせーのドンみたいな感じの方ですね。あ、でもこれいいよ、なかなかいいよ、ね。うん、醤油のお刺身食べるのに、そうだ、ね、ちょうど良さそうな。でも果たしてこの絵柄の上に醤油を乗せる勇気があるのかってことですよ。ということで僕が引いた5枚はこの5枚でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、僕いいですか。はい、どうぞ。続きまして H からやろうか。まず H から、はい、はい、じゃあ H のはこちらです、はい、じゃん、カーズ。おー、デニムが好きなんで、めちゃくちゃ。そうなんだよね、めちゃくちゃデニム好きで。そうなんだよね。最後の積積は波紋増幅期だったらかなり後半がね、俺全部完コピしてるんだよ。あれさ、しかもちゃんと主人公もさ、うん、声似てますねって言われるじゃない。杉丸智和さんですか。そう多分今 PE が入ってるけど、杉丸智和さんですか。しかし、はい、皆様のコメントから割と多いご意見ですよね、似てますねっていう。まあ、自分で自覚ないのかもしれない。そんなことないから、ね、寄せてるの。そんなことはないから、ね、寄せてんのよ。まあね、だそんな感じでカーズを選ばさせていただきました。お、はい、まあ、であとは、はい、まあ、同じ賞でいくと G 賞、はい、G 賞2つありますね。素晴らしい。これジャンで、確かにそれでジャンでいこうか。逆さ見なきゃいけない、見なきゃいけない。あ、そうだ、ね、あ、そうだ、俺も前向いてる。見なきゃいけない、せーの、ジャン。おお、ジョナさん、いきますよ、また見ないで。はい、それかぶってほしくないな。せーの、ドン。おお、出た、2部大ヒットが。うわ、この並び、それいいね、この並び。だってその並びが好きなんでしょ。好き、大好きだよこの並び。うわ、そうなんだ。うわ、うわ、やばいね、目圧ですね、やば。じゃあ続きまして、はい、
こちらですね、F 賞。F 賞。初ですね。そう。俺だけか、当ててるのはね。そう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 。そうね、これでちゃんと絵映るかな。いきますよ。せーの、ドン。おお、ジョルノ。ジョルノ。主人公たちが被ってない、今のところ。今だって、タオルに関しては2人合わせて敵サイド全部持ってます。うん、主人公たちは今のところ被ってないですと。そうだね。はい。あ、いいですね。こんな感じ。っていうわけで、はい、今までのは、はい、お膳立てで、はい、じゃあいいですか、はい、いいですか、いっちゃって、はい、じゃあいきましょう、せーの、はい、すげー、来てしまった、すげー、来てしまった、いや、すごいよ、言っとくけど、来てしまった、普通に俺も合わせてさ、10枚なわけじゃん、そうですね、10分の1当てちゃうのは結構運いいと思ってるんだけど、どうなんの、十分ポケモンでさ、10分の1って使わなくない、使わない、使わない、ツノドリル10分の1だったらさ、技候補に入れなくない、入れない、入れない、でしょ、そんぐらいの確率で9回外してるってもう負けてるからね、そうだよね、うん、これみんなわかんねえかな、あのフィギュアの箱を開けた時の匂いが好きな人いねえかな、あ、俺めっちゃ好きだよ、わかる、このさ、あのビニールの匂い、わかる、出来上がったばっかのさ、ビニールのさ、フィギュアの匂いだって思うんだよね、いつも、はい、はい、ま、空城城太郎でーす、やっばっ、ちゃんと髪の毛と帽子の、ちゃんと髪の毛と帽子の、やっばー、すごいね、境目が、言葉出ねえや、これちゃんとできてるね、すごいわ、てかやっぱスタイルいいな、うわすごいわ、これはかっこいいわ僕、あの別に城太郎を目指してたわけじゃないんですけど、うん、あの僕の中学の時ベルトはこうつけてました、2個実はカッコつけてた、こんな感じで、俺あのもう一回言うね、俺幼少期にアッキーと同じクラスだったら絶対友達になってないわなんでだよ、だってなんでだよ、これもうみんなにも聞くよあのさ、ベルトをさ中学の時にさ、あの城太郎と同じ締め方してるやつと友達になれますか、なれるだろ、なんでだよ、なってくれよ、いや絶対あれでしょう、なってくれよ、学校でさ目合わせたらいけないやつ第1位のベルトの締め方でしょこれだろ、これだろ、別にだってこれでしょ、そうそうだよ、そうだってね、これヤンキーのベルトの締め方だ、ね、目あったやつ、あーてめえっていう、ここの部分の留め具を、うん、裁縫で改造してめちゃくちゃ広くして、うん、ここに2個かけるんですよベルトは、でこっちの方かけない、あそうそう、そうすると1個はちゃんとつける、2個目はダラーンってできるみたいな、あなるほどね、すごい制服を改造してたんですよね、みんなそれ先生に何も言われなかったの、あ言われますよ、言われてんじゃねえかよ、はい、というわけで、今写真載せます、はい、こんな感じでした、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、いや楽しかった、すごく僕動画撮るまで終えて楽しくなってるあのこのこれ込み、これ込みで楽しくなってる、これ込みね、そう、なるほど、ね、あのくじだけ引いて終わってたら俺も多分ダメだったっていう感じで、はい、ですね、まあ、今回はこれで以上と、はいはい、するつもりだったんですけれど、はい、というとなんと、はい、ですね、はい、私の嫁がですね、はい、今回聞きまして、はい、聞いてます、はい、でちょっとそちらの方も紹介させていただきます、まず動画の方をどうぞ、はい、俺たちの時間みんな綺麗に並べたくなるねみんなで15枚ってことを、じゃあ合わせて、おー、まあ最初だからね、おーいやそうだと思う、いやまだ3つあるよ、まだ3つあるよ、おしかも1個のやつだ、1個のやつ来た、ジョナサンだ、やば、 B 入ってんじゃね、 B 入った、これ B 入ったやばいね、あーあー、でもあと1個あるんだよね、 BD とかやったらやばい、 B か D、ああいやでもすごいわ、ビビった、この店舗のジョナさんを買い占めたってことになるからね、はい、ありがとうございます、すごいわ、俺たちの時間、はい、みたいな感じの結果でした、はい、ちょっと僕が代わりにね紹介させていただきますね、はい、はい、まずタオルはこちらですね、はい、ジョセフとジョナサン、はい、一部二部のコンビですね、いや
かっこいいな、やっぱこの2人この2人かっけえな、やっぱめちゃくちゃかっこよくないか、全部好きなんだね、めっちゃ好きだよ、僕も逆だぜってなって、そうちなみにですね、はい、今これから出そうとしてるのが、はい、あのガラス皿、これ僕まだ捨ててないんですよ、諦めてないんですよ、あ、かぶりなしよ、はい、かぶりなしよ、はい、嫁の分まで、はい、なるほど、あ、同時にやるとしたら、あ、同時に行く、同時にやろう、同時にやる、面白いこと考えんな、行く行く行く、はい、はい、せーの、ポイント、あーそっか、フーフルジョナサンで、フーフルジョナサンで、あ、なるほどね、ジョセフが1枚か、そう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 、うわー惜しかったね、惜しかったね、まあ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 、正直ここまでのは全部前座で、はいはいはい、さっきのあの熱いシーザートークと番組トークも全て前座で、はいはい、本命が、はい、こちらですね、はいはい、ジョナサンです、すごいよ、いや、うちの嫁はね、持ってるんですよ、うん、その辺を、すごいね、持ってるその顔は何なの、君のさっきから、これあの編集でちゃんとびっくりマークとエフェクトつけなあのこの台座でね、台座の形でどんな立ち方かをコントロールできるという、多分こう足の方はシュッとなってるんだろうね、すごいです。すごいです、無言でうなずくのやめてくれる、すごいです、ね、気になるから本当に、じゃあいきます、はい、ドーン、ね、今見えたでしょ、あのね、ちゃんと声、ちゃんとあざがあるんですよ、星のやっば、星のあざが、あの今俺驚きすぎてあの一瞬めまいしちゃった俺あの今からもう一回腹筋鍛え直してあの今年の夏この竹で過ごそうかなこの竹ね、うん、俺今年の夏この竹で過ごそうかな、この竹ね、ここすごい、これあのこの竹の長さあの体育祭の女子の竹の長さって思ってるんだけど、 あいつら結ぶんよ、結ぶね、結ぶね、この竹ばかり結ぶんよ、よく結ぶね、結ぶね、あいつらあれね、あれいいよね、うん、あれいいのよ、あれいいよね、あれいいのよ、あ、それを先取りしてるわけだ、そう、ジョナサンの、そう違うよ、台座ってあの一番くじ引いてますよね、じゃ台座って置いて立てないとダメなの、空中で立てそういうことじゃダメなの、そういうこと、安定しないのよ、写真だと多分こんな感じになってます、はい、はい、で、嫁が引いた分はこんな感じになってます、はい、はい、素晴らしい、これだからね本当になんかあの僕だけ負ける戦みたいな感じになってるけど、はい、もう一回言うね、はいはいはい、君らがすごいのよ、ああ、ありがとうございます、だってそれぞれが5枚ずつ引いてるわけだから、これ合わせたら15分の2がフィギュアショーなんだけど、まあそうですね、あのそれぞれは5枚ずつ引いてるわけだから、確かに、だからもうね3分の2は5分の1でフィギュアショーやってるわけですよそういうことですね、すごいことしてるよ、ありがとうございました。いや、素晴らしいです。おめでとうございます。これは嬉しい。いや、これだからよかったね。動画撮るぜって言って買いに行ってさ、はい、全員外れでしたの動画じゃなくてよかったと思うんだよ、俺は。俺半分ぐらいそうなると思ってたけど。あー、もう激沈のね。そう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 。俺はだって今ここにね、タオルひたすら並んでる絵が。そういうのを言って。もうだって本当はこの感じだったらタオルだけで全種類コンプしちゃいました。もうあった全然、うん、はい、企画者、はいはい、はい、あの僕は全然リベンジしたいんで、あ、リベンジ、はい、リベンジする気がリベンジしたいんで、お、はいはいはい、新しいねこれだっていうあの一番くじがあったらもうすぐやりましょうなるほど、わかりました、若いジョジョなのか、まあ、はい、2人が好きなアニメのなんかなのかとか、はい、なるほど、わからないんですけど、なんかあったらもう一回僕チャレンジしたいです、わかりました、はい、じゃあ次回も第2回もあるということで、はい、皆さんお楽しみに、はい、というわけでありがとうございました、ありがとうございました。